ちは、メイプルです。今日はリクエストでいただいていたスキンケアお値段の撮ってみました。で今回ね撮ったのは、メイク前の朝のスキンケアになります。アイメイクで一応アイメイクの動画もね一応あるんですが、今回はスキンケアの方がメインなので、いつもよりギュッとこう詰めてお送りしたいと思います。最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。それではメイクスタート。じゃあね、ここから朝のメイク前のスキンケアをしていきたいと思います。今ね、洗顔終わってもう 1分ぐらいちょっと経過してるので、フコイダン保湿ローションっていう、これポンプ式なんですが、ね、これアトピーの人も安心して使えるっていうローションで、少しね、とろみがあるローションです。これをちょっとね、今もう全然ちょっとどんどんつけちゃってるんですが、本当はいつもだとゲランの美容オイル、これをこのローションに混ぜて最近ね朝使ってます。で1回使う量が2滴か3滴っていう話なんですが、私結構ね4滴ぐらいにして、でもうね皆さんご存知だと思うんですが、このオイルの中にもう振っちゃったから見えづらいけど、美容成分がこう包まれたカプセルっていうか、粒々が入ってて、顔に塗る前にこうやってその粒々を潰して、これ普通だとこうそのままいくんですけど、私オイルをねなんか直接すぐ顔につけると必ず翌日に赤いプツプツができちゃうので、私はこのローションにこのフコイダンローションをワンプッシュ混ぜてから、さっきみたいにねこうやって塗ってます。これね、肌弱い方、ぜひね、ちょっと、調べてみてください。全然ね、刺激がなくって、結構保湿しっかりしてくれるので、しかも顔だけじゃなくてね、全身に使えるので、肌弱い方にはおすすめです。で、次に使うのが、この、ドクターシエラモのダブルフラーレン。何年前から使ってるかわかん、ちょっと忘れちゃったけども、首までしたいので、4滴ぐらいに。もうこれは全然朝用とか夜用とかじゃなくて、朝も夜も使えるんですけど、私はね昼のこう紫外線浴びる時用にと思って使ってるので、ほとんどね朝のケアで使ってます。ビタミン C の美容液っていうのがどうしてもなんかこうピリって感じてしまうので、使えないので、なのでね、それに代わるものは何かなと思った時にフラーレンも抗酸化作用が大きいって聞いたので、その時からねフラーレン使うようにしてます。これもね無臭です。でね、透明でちょっとトロッとしてます。これはねほんのり香りがしますけど、私は全然気にならないので続けて使ってられます。前はちょっとね今原品がないので、これねドゥラメールのオイル美容液なんですけど、オイル美容液はずっとこれを使ってたんですね。これすごいよくって、もう私の中では全然申し分なくて、これねこう2層に分かれてて、使う前に振ってからなんですけど、すごくテクスチャーが軽くてすごい気に入って使ってたんですけど、昨今のね値上がり具合がすごいので、今までこうこれ以外ないと思って使ってたけど、他にもね同じ感じでいいのがあるんだったらそっちの方がいいんじゃないかなって思って探して出会ったのがこのゲランのねオイルだったんですね。これもオイルと言いながらもすごいね軽いテクスチャーなので、オイルの重い感じが苦手だっていう方いらっしゃったら、これね結構軽めなのでね、なんかね店頭とかでサンプルもらえるんだったら1回ねもらって使ってみるっていうのいいと思います。なんか買ったついでにねこれ気になってるんでサンプルもらえますかみたいなのはね言いやすいけど、何も買わずにねサンプルだけくださいって行くのもね、なんかいつも買ってるカウンターだったらねいいんですけどね、なんかちょっと言いづらいので、例えばなんかちょっとこうアイシャドウパレットとかリップとかね買ったついでに、ちょっとねこれも気になってるのでサンプルいただけますかとかね言ってみるのいいんじゃないかなと思います。でこれだけでも結構保湿できてるんですけど、
この後に使うのは私の中で2つの選択があって、アルティミューンで これねまだリニューアル前のちょっと残ってるのでまだねこっち使ってるんですが、アルティミューンに行くかこっち あのポーラビーへのミルクホーム、こっちの道かこっちの道にその日によって分かれます。保湿をしっかりめにしたいなっていう時はこっちを使って、そんなに乾燥が気にならないし今日はちょっとキュッとしたいなっていう時はこっちをね使います。なのでどうしようかな、こっちを使うとこれの次はこの同じ目元の美容液も使って最終的にこのクリームでね仕上げます。このこれはねデイクリームで SPF がある方のクリームです。こっちでね揃えます。じゃあね今日こっちでねやってみますね。今日はねこっちでいくので、あ、ただね目元の美容液だけはこっちの時もね使います。目元のケアってあの何かサインが出てからでは遅いらしいんですよね。ケアって悩みが出ないうちから目元はねケアした方がいいそうです。二十歳ぐらいの時って全然あんまりこう目元に悩みって感じないじゃないですか。お友達の付き合いで化粧品買いにあの店頭に一緒に行ったんですが、その時そこにいらっしゃったあの BA さんに、あなた目が大きいし皮膚が薄いからあの目元のケアをね早めにできるだけ早めにした方がいいわよって言われて、あ、そういうものなのかなって思ってて、まあその時は何も買わなかったんですけど、やっぱりねそうやってね教えていただいたのはどこか頭の中に入ってて、22、3ぐらいの時にそういえば目元のケア早めにした方がいいって言われてたなっていうのを思い出して、初めて目元用のね美容液をね買ったんですね。でその話をお友達同級生とかねお友達にすると、目元のケアそんなにあんまり早く始める人いないから、そうやってね言ってもらえてよかったねってねよく言われます。なのでねまだこう20歳過ぎたぐらいでまだ全然目元とかにね悩みがないわっていう方も、あのミノンとかデュキュレルとか結構ねプチプラ、あ、ウズでも出しましたよね。そういえばねプチプラでも結構アイクリームとかあるので、目元ってこう笑ったりするからすごくこう動くので、あのとりあえず保湿だけはねしっかりしておくっていうのをね若いうちから気をつけてるとねいいんじゃないかなと思います。今ね目元美容液塗ったので、こういうね泡状の乳液になります。香りはほとんどね気にならないです。で次にクリームはねこれ、このミルクホームの後はこのこっちのクリームを使います。アンブリオリスの、モイスチャークリーム、で私は割と高保湿の方を使っています。メイクのねベースにもなるっていうクリームで、こんなねあのすごい緩いとろっとね流れてしまう感じのクリームで、すごくね緩いテクスチャーです。でミルクホームの後はこのクリームをつけて、これはねちょっとなんかお花みたいな匂いがします。首もね保湿しておきたいので、首の分はねまた改めて、で最後にねアイクリームなんですけど、これねもう何個目かな、朝のケアのねアイクリームはこの NARS のアイ&ラッシュジェル、これ発売になってからメイク前はねこれを使ってます。とにかくよれる心配がないのでメイク前にはねぴったりです。あとまつげのケアもしてくれるっていうので、夜はあのまつげ美容液をねあの塗ったりできるけど、昼のメイク前にまでまつげ美容液っていうのはなかなかしないので、伸ばしてくれるとかじゃないと思うんですよね。あの張りとか腰を出してくれるっていうんだと思うんですけど、あの丈夫なまつげにしてくれるっていう感じだと思うんですけど、朝はねそういうのも兼ねて、これ発売になってからほぼこれしか使ってないです。
結構ね、アイクリームね、私こっちの方、ここまで塗ってます。ここだいたいこう、このこめかみの方までね、アイクリームはね、塗ってます。で、この棒はラメールのアイコンセントレートについてる、ついてるものなんですが、これほんと力を入れずに、これでこうくるくる回して、上についてるのはね、金属のボールなので、ひんやりして気持ちいいんですよね。で、これでね、朝のケアが終わりです。あ、ちょっと待ってこの後に一応リップ保湿して、今ね、これマキシマイザーなんですけど、この色ちょっと使い切りたいので、今ね、あのベースにはこれを塗って、色がね、割とピンクに出るので、あのこのまま出かけてしまうこともあるんですけど、リップ塗る前にこれ一回ティッシュオフしてから、あの何かね、リップをつけています。もうちょっとなのでね、使い切りたいんですよね、これ。なので一生懸命朝のケアはね、このマキシマイザー塗ってます。ずっとね、マキシマイザーをこうやってあのケアの前に塗ってたんですが、その次にあのリップオイルを使うようになって、何年か経ってまたあのリップオイルなくなって、これが残ってたので、こっちをね、使ってます。これでね、一応朝のね、あのスキンケアは終わりです。割とね、しっかりめに、本当にしっかりめに保湿してます。朝も夜もすごくね、一番考えてるのは保湿です。私こう肌が弱いので、こう攻めたケアっていうのは本当できなくって、だから保湿で、とにかく保湿さえしてれば、そのターンオーバーもしっかりしてくれるので、あのピーリングだとか美白ケアとかしなくてもいい、大丈夫なんだよみたいな説を聞いたことがあったので、あ、じゃあとにかく保湿をすればいいんだと思って、ずっと保湿だけをとにかくメインにね、やって肌を作ってきたっていうか、肌をね、保ってきたんですが、そのせいか、割と最近自分でもこういろいろサンプルいただいて、なんか前だとちょっとダメな気がするっていうぐらいの、こう調子がいいのと悪いのとのこう表裏一体な位置にいた肌が、割と最近はあの保湿頑張ってきたせいか、あの割とこう調子がいいっていう方にこう寄ってるような気がするので、美白美容液とか使ってみたんですね。で、ハクとか全然大丈夫でした。あの資生堂のハクが大丈夫だったし、あとはあのクレポの、あ、なんか美白と、シワ対応のなんかっていう美容液のサンプルいただいて3日ぐらい使ったんですけど、全然大丈夫だったので、保湿の努力がやっと実ってきたかなっていうね、感じがあります。じゃあね、今日はリクエストをいただいていたスキンケア
をね紹介してみました。スキンケアって言ってもちょっと今日はねメイク前の朝のねスキンケアを紹介してみました。スキンケアだけで終わるとちょっとね縁が地味かなと思って、その後もねメイクをしてみたんですが、一応ね仕上がりはこういう仕上がりにはなったんですが、今日はねスキンケアの方がメインなので、今日はねこっちのメイクの方はあんまり細かく紹介しません。ただね使ったのはこのトム・フォードのツヤタイプの 40A のゴールデンアワー、これを使ってみました。メインに使ったのはこっちの2色、右側の上下の2色にここのゴールドを使ってみました。左下はね使わなかったです。朝と夜のスキンケアのこう内容が違うので、またね機会があったら夜のスキンケアの方も紹介したいと思っています。コメントで感想だったりこう新しいねコスメの情報をいただいたりして、皆さんとやり取りするのが楽しいし、自分で撮影して自分で編集してアップしてってなると結構ね孤独な作業なんですよね。なんて孤独って言ってもそんなにこうなんか暗い感じではないんですけど、なんか一人で撮影してるのに結構ね楽しいなと思いながら撮影してるんですが、自分で好きなように撮影して自分でこう編集してアップすると、なんか皆さんどう思っていてくださってるのかなとかいう、そういう反応が分かるとすごくね次の動画のモチベーションにもつながるので、とてもねありがたくエネルギーを頂戴してました。来年も多分ねこんな感じでゆるゆるとお送りすると思うので、またね来年もよろしくお願いいたします。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この動画が良かったと思ってくださった方はグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。